坂本隼人急増三塁手、UZR で他を圧倒してしまう。巨人の坂本隼人内野手が、三塁守備でセリーグダントツの指標を残している。遊撃手としてゴールデングラブ賞に5回輝いた名手は、昨年9月に三塁手へコンバート。今季は35歳にして新たなポジションでレギュラーを務めている。セイバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社 DELTA のデータよると、守備全般での貢献を示す UZR では三塁手リーグトップの 5.6、2位の宮崎敏郎は 1.4 と4倍の差をつけている。昨年9月7日のヤクルト戦で5番三塁で先発出場。プロ17年目で初めて三塁守備についたが、いきなり三塁線の難しい打球をスライディング候補し、敵地を騒然とさせた。今季も長年守ってきた様子で難なく務めている。セ三塁手 UZR。1位 5.6 坂本隼人。2位 1.4 宮崎敏郎。宮崎2位は草。パ入れたら？知らんけど栗原じゃね。パークファクター考慮されてないクソ指標。坂本が上手いのは確かだけど他がひどすぎんか。2位が宮崎って。宮崎はバカにされがちだけどハンドリングはめちゃくちゃ上手いぞ。範囲は微妙やけど。サード上手い強打者のケイフズキ。ノリさんのサードクソ好きやった。ノリさんあの見た目とバッティングで守備上手いのええよな。明らかに上手いしなそらそうやわ。そや元ショートならね。言うて今年はキャンプからやってるやろ。ご視聴ありがとうございました。